ミスターファニーはティーポットのような家に住んでいます。彼の今日のランチはなんと菊のサンドイッチとコップに入ったトーストです。こんな風にミスターファニーはいつも面白く暮らしています。ミスターファニーはドライブに出かけました。彼の車は靴です。靴の車なんて見たことありますか？そんなミスターファニーを見たミミズが笑いました。豚も笑いました。花たちも笑いました。ミスターファニーは誰も見たことのない面白いことをやる人物なのです。やがてミスターファニーは交差点に着きました。動物園はこちら。これは面白いに違いない。申し訳ありません。動物がみんな風邪をひいてしまったので今日はお休みです。動物たちはとても落ち込んでいます。それは大変だ。でも僕なら動物たちを元気つけることができるかもしれませんよ。なるほど、一度やってみる価値があるかもしれませんね。最初に会ったのはゾウでした。ゾウは気分が沈んでいました。本当だ、元気がないや。さてミスターファニーはどうしたでしょう。得意の変な顔を作りました。ゾウはこんなに面白いものを初めて見たので声を上げて笑い出しました。ミスターファニーはライオンのところへ行きました。ライオンもひどく落ち込んでいました。ミスターファニーはさっきよりも変な顔を作りました。いつもは吠えるライオンも大笑いしました。ミスターファニーは動物園中を回って面白い顔を作ってみせました。ミスターファニー本当にどうもありがとう。おかげでみんな元気が出たよ。とんでもない。そう言うとミスターファニーは靴の車で帰っていきました。今日もまた面白い一日だったな。ミスターファニーはお茶にするみたいです。今日のメニューはカップに入ったケーキでした。